白く染まる季節の中、二人は肩寄せて寄り添うはずだったのに、あの日突然残された、ありがとうのメッセージ、後悔が溢れて胸を埋め尽くしてく、どんなに生きてゆく定めなのか、こんなに会いたくて涙がこぼれ落ちそうで言葉にならない、この いいねボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。皆さんのその気持ちが、子どもたちの未来につながります。